マウレタニアは古代の北アフリカの地中海沿岸に独立したベルベル人のマウリ部族の王国。西アルジェリア、北、モロッコ、ジブラルタ領を含む広大な地域を支配。その後はローマ帝国の支配下に入って王国の歴史は閉じることとなる。この国にちなみ、ムーア人の故障が生まれ、ムーア人が支配するモウリタニアは、マウレタニアの光景を称して国語がつけられたが、 ムーア人支配層以外には、民族的なつながりがなく、地理的には、何の関係もない。マウリ人はギリシャ語のクロモローズに由来すると、示唆されている。初期の記録には、フェニキアやカルタ語の植民地リクサス、ボルビリス、モガドール、シエラとの関連が記されている。マウレタニア・キンギタナ属衆マウレタニア・カイサリエンシス、属衆ヌメディア及び、マウレタニアを湯葉ニセイ・カルタ語が、 ローマ帝国に敗れるとマウレタニアはローマの俗国とされ、ヌミディアのユバに水が族王とされた。23年にユバが死ぬとローマで教育された息子のマウレタニアのプトレマイオスが後を継いだ。プトレマイオスは40年にカリグラに殺された。クラウディウスは44年に直例でマウレタニアを直人総督によるローマ属州とした。マウリ人の王も維持され、や 秩序の維持に利用された。キプリアヌスは247年に、マウリ人は、実際に王を崇拝し、偽装して、名前を隠そうともしないと記した。クラウディウスは、マウレタニアを、現代のオランの西6 0キロメートルのムルヤ川で、マウレタニアカエサリエンシスとマウレタニアティンギトナに分けた。マウレタニアからは、エックイテス出身の一人の皇帝、マクリヌスが出た。 マクリヌスは217年にカラカラを暗殺して権力を掌握し、翌年ヘリオガバルスに敗れ処刑された。ディオクレティアヌスのテトラルキアの時代の293年にはカエサリエンシス東部がシティファオを首都とするシティフェンシスに分割された。ノティティアディグニターティムにはアフリカ管区のウィカリウスに2つ、ヒスパニア管区のウィカリウスにいくつかの記述がある。ティッパサある 十番に正義の墓、ありがとうございます。